ゲシュタルト計画進捗状況。項1、レッドアイ暴走事件について。後の調査によると、今回のレッドアイ暴走事件は、国立兵器研究所と一部自衛隊の勢力との共同防御であることが判明している。事故に至るまで発覚しなかったのは、多額の金品で関係者が買収されていたことも判明した。資金はカーリー氏の資材から拠出されていたことが確認されたが、国家的英雄の立場を鑑みて、内閣調査室はその行為を不問とすることにした。また、陸上自衛隊特殊生物対策課課長兼、新宿方面防衛中隊中隊長の由良正義については、その後の行方が不明のまま今日に至る。項2、レッドアイを倒した少女 A について。レッドアイを倒した少女 A の能力については、目撃していた自衛隊員の記録と残されたレッドアイの残骸から、極端に強化された身体能力のためだと結論付けられた。20メートル以上の跳躍や、レッドアイの外殻の破壊も記録に残っており、その実態調査が検討されたが、国防上の理由により、少女 A の調査については、日本国の内閣調査室が全てを管理することになった。それ以降の詳細については不明。項3、国立兵器研究所及び7号兵器について。今回のレッドアイ暴走事件の首謀者の一人、国立兵器研究所所長については死亡を確認。こうしたテロ行為の再発を防ぐため、世界浄化機関と日本政府の交渉の結果、世界浄化機関の職員を内閣調査室に監視常駐させることが決定された。暴走した7号兵器については、沈静化させた後に凍結し、国立兵器研究所に再保管。7号兵器の危険性から処分が検討されたが、そもそもの目的である6号兵器の処分方法が不明な今、6号兵器を封印可能な7号兵器を失うことはできないとの判断から保留にされた。補足事項。被験者男性 A のオリジナルゲシュタルト化に対する懸案事項。本事件の関係者男性 A は、その後、クロノショ計画でオリジナルゲシュタルトとして選ばれることになった。その際、男性 A の妹、女性 B と呼称、については、特殊凍結処理が取られたことが記録に残されている。しかし、男性 A に対する政府関係者の契約として、女性 B の複合処理が約束されている件については、ゲシュタルト化時のデータ欠損により、女性 B の複合化は不可能であることが判明している。男性 A の役割の重要性と、ゲシュタルト計画の期間の長さを考えると、本事項は大きな問題になり得ると、監視者間での結論となった。結果として、本件の情報開示は男性 A に対してなされなかったが、監視者がこの事項に対して反論していたということを記録しておく。以上、関東地区 C 担当監視者アルファ、デボル。本補足事項については、マソ改修が終了する約1000年後まで、重要秘匿事項 S として保存。以上、関東地区 C 担当監視者ベータ、ポポル。